皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報。今日もよろしくお願いします。今日は1月の20日の金曜日です。お題がこちら。コロナ5類へどう変わる株はということで話をしていきたいと思います。本来は CPI が4%を超えちゃったよ。大変だよっていう話をしたかったんですけども、日中にですね、 コロナが今年の春にも5類に移行するんじゃないかという話もありましたのでどんな風に変わりそうかっていうところをバッと確認取れればなという風に思っております、まあ、そこに反応したのがやはり空運株旅行株だと思いますので JAL や HIS なんかのチャートも見ていきたいですし、まあ、その他材料として夕暮れな東京通信こういったところもチェックできればなという風に思っておりますよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れております皆さんと一緒に株を振り返っていくチャンネル チャンネルでは早速今日の振り返りやっていきましょう日本株ですけども3指数上がりました特に5番強かったですね結構予想以上に強いなという印象がありました今週やっぱ日銀会合があってそう外の何ていうんですかね修正がなかったことにより会合の日上がって でも結果、円高に触れて下がってで今日また上がる、でその間、アメリカ株がガンガンガンと下げていたんですけどもあれ、なんか日本株強いねって今までずっとなんかアメリカ株強いねって言ってたのに日本株、あれ今週強かったねみたいななんかそんな感じになってしまいました特にまずーず1.2%今日も上昇しているということでぜひあの最後のチャート見ていただければなという,ふうに思っております。 また、えー、値下がり、値上がり、業種別で見ますと、空運がトップなんですよね。これはもう完全にコロナ5類の影響結構あるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとこの後ね、ね日経新聞の内容を見ていきたいなというふうに思います。で、その前に、やはり消費者物価指数が4%、これ、市場予想通りだったので、 あんまりこうネガティブには捉えられなかったんですけども41年ぶりの上げ幅って結構大きいなというふうふに思いますしあとはまあ構造上の問題として第一生命研究所の首席エコノミスト長浜さんの分析によれば今回はですね財とサービスを分けると輸入物価の影響を受けやすい財がプラス7.1でサービス業の人件費と関係が深いサービスがプラス0.8%しか伸びていないコストプッシュ型だということですね。年前っていうのも同じく4 の cpi だったけども財ががサービスがでバランスの取れたインフレだったけども今回はちょっといびつだよねコストプッシュ型のインフレだよねっていうところは一応抑えておきましょうというところになっておりますまたですね先ほどのニュースですが5類に移行するということで何が変わるかってことですね一番変わることはですねマスクですよね原則不要なの、まあ、これは個人的には嬉しいなというふうに思いますけどもでも感染者の待機とか濃厚接触者の待機とか まこういったものがなくなっていきますので、まあ、旅行者にとっても負担が少なくなるし対応も楽になるコストも下がるということだと思うんですよね、まあ、だからこそ空運業とかもね上がってくるんじゃないかなというふうに思いますのでこの辺をチェックしていきたいというふうに思っております 売買代金見ていきます。売買代金ですけども、トップがレーザーテックですが、小幅安です。で、今日東京エレクトロンも確認しますけども、小幅安なんですね。ただ、前日ソックス指数かなり下げてましたから、まあ、結構強いなーっていう、そんな感じですかね。今日銀行上げてます。で、全体的にまあ上がってるという感じですかね。えー、グロス見ておくと、今日東京通信がトップなんですね。なかなか見ないなと思いまして、材料確認しておきたいなというふうに思っております。 では、個別株見ていきましょう。はい。まずは東京エレクトロンです。東京エレクトロンですが、マイナスの0.18%ということです。まあ、半導体関連全般的に安いよっていうね、そういうニュースなんですけども、これ午前9時23分なんですよね。で、ソックス指数が前日で2.83%安というふうに下落していた中で、今日は半導体弱いかなというふうに思いまして、よくデートレするんですけども、これショートで狙いたいなというふうに思っていたんですが、なんかね、あんま下がらなくて、狙いようもなかったっていう、そんな感じでございます。チャートの位置確認しておきましょうか。はい。 今日陽要戦つけてるんですよね、なので、これはなかなかちょっと狙いづらかったとっいう形ですし、まあ、逆に日本株のしっかりとした底堅さみたいなものを、ね、きちっと感じることができたんではないでしょうか、マイナスの影響はそんなに大きくなくですね、で東京エレクションが最近、株価を支えてる面ってすごく大きかったですから、良かったなというふうに思っております、ただ、アメリカのソックス指数が大きく下げたりとか、アメリカ株がちょっと軟調に動いてるところは、懸念しておかなければいけないかなというふうに思います。続いて 中国の春節入りと5類引き下げ検討指示伝わり需要回復。 いいきたいとということですよね先ほどのニュースで一番こう上昇の恩恵を受けたのは空運株なんじゃないかなというふうに思います、まあ、そのほかインバウンド関連株の中で旅行もそうですしあとは百貨店関連だと松屋なんかもねかなりしっかり上がっていましたのでその辺ぜひ注目してみていただきたいなというふうに思います今日は代表してまずは JAL のチャートを見ておきましょう結構底堅く推移してたんですねで今日要線をつけまして改めて全ての移動平均線を上抜いてきた今日の要線はやっぱ力強いですね 5番からしっかりとグググググって上げてきたということですから実態を伴って2つの抵抗を一気に超えたこれはなかなか期待のできるポイントなのかなというふうに思いますはい続いて HIS 見ていきたいというふうに思うんですけども HIS5.79% の上昇ですね当然空運が上がるとか5類に移るとかってなれば訪日外国人客数も増えていましたし今後さらなる期待がねできるんじゃないかなというふうに思いますで HIS に関しましても同じくですねやっぱ5番にかけてググググ,グっと上げたことによって 実体の大きい要線になってるわけですよね。すべての移動平均線を改めて超えてきたということになりますので、安値割れの懸念もありましたけども、ここで改めてもう一回サポートを経て上がっていくことができるのかっていう、そんなチャートになってますね。まあ、その株によってね、そのチャートの形はだいぶ違うとは思いますけども、この HIS に関しましては、なんとか横ばい圏で耐え抜いて、いいニュースがプラスになったという形ですから、今後の動きにも注目をしてみていきたいところかなというふうに思います。そして、夕暮れナ見ていきましょう。夕暮れナに関しましては、 バイオ燃料プラント資金重当へ新株 CB を発行ということになってますこれね、僕、の朝の VOICY、毎朝やってるんですけども、朝5時更新でやってるんですけどもね、そこで結構詳しくあの解説をしておりますので、もしよろしければ見ていただければなと、聞いていただければなというふうに思っております。で、具体的にはですね、新株っていうのが、要は業務資本提携ですね、第三者割り当て増資による業務資本提携を行い、また CB っていうのが転換社債のことなんですが、CB って で結構ね、えー、懸念されること多いんですけども、まあ、これによって資金調達をした、合計で78億円かな、その資金調達をして、もともとマレーシアで建設を予定していたバイオ燃料の製造プラントへの関連資金へ充当ということでした。で、結構厳しい縛りもあるんですよね。転換社債は25年の3月31日までに商業用プラントが実現できなければ返済しますよみたいな、そんな形にもなってましたので、まあ、結構リスク取って資金を調達し、でもそれができないからっていうことはないと思う でですよねきると思うんですよ、ね、そこをしっかりと狙ってきた、できるという意思を表示してきたってところは僕はかなりプラスに捉えてるんですけども、ね、まあ、それプラス需給もいいのでここは注目して見ていきたいところなんですが、チャート見ていただくとですね今日は陰線を引いてるんですね、せめて1000円を超えて終わってほしかったなというふうふに思うんですが、998円、6.17%の上昇にとどまったといった形です。ただこれはですね前回同じような商業プラントを をやりますっていうニュースが出た時はここなんですよねここで大きく一回上昇して、で、ここで同じぐらい出来高ができてるんですけども、今日もね、かなり出来高ができてるんですよね。で、ここで買った人たちが、その後下落してしまったので、ずっとこう、含み損になっていたものが、元に戻ってきたっていう形ですよね。そこでやれやれ売りを、まあ、したんじゃないかなっていうふうには思いますけどもね。えー、でも、それでもですよ。えー、長期のトレンドは変わっていないので、僕、個人的にはですね、あの全然問題ないかなというふうに思います。ただ、できれば1000円は超えてて欲しかったっていう形で で実際にま,あまたすぐ上がるかどうかというのは何とも言えないところではありますけれども、まあ、長期的な計画は変わらずに順調に動いているんだろうなということを確認できたニュースだったのかなと、個人的には考えております、そして東京通信見ていきましょう、東京通信なんですけれども、大幅に4日続進なんですね、最近結構目立った動きがあったんですが、この推し活メッセージアプリっていうのを、今日日ニケシ NBC でもあの紹介していて。 で自分の好きなアーティストやキャラクターグッズやイベントファンレターなどで応援する活動ということだったんですけども、まあ、この一つ一つがですね 金の匂いがするなみたいなことを言ってましてなんかね、えー、どういう風になるんでしょうねこれが一大ブームになるのか注目をして見ていきたいところかなという風に思っております、えー、こちらがチャートですね株価チャートになってるんですけども4日促進で昨日大幅高してでも上ヒゲ残してたんでちょっと買いづらいなって思ってたら今日もねしっかりと上昇しているということになりますのでまた一相場作るのかねこういう小型株は一気にね吹き始めると止まらなくなりますからね、えー、注目をしてみても面白いのかなという風うに思いますがボラ テリテリィには注意をして見て見い。ただければなといいう,うに思いますでははていいきまましょう、はいま、ずは日経金株価です。日経金株価ですけども、1回2回のダブルボトムを昨日お人されてしまったので、中間のネックラインをね、一応削除したんですけども、ただネックラインとほぼ同じぐらいのところにいまして、まあ、結局見る方は変わらないですね。この安値を割れてしまえばちょっと危ないですし、この高値を超えてくれば結局安値を割らずに高値を超えてくるので、まあ、ひとまずは上昇トレンドに転換した可能性が繋がっていくっていう形になるんじゃないかなというふうには思っております。 ま国は上向きになったままですので上昇の勢いの方が継続して,るっているうとう見ても、まあ、間違ってはいないんだろうなと思いますただし今上には厚い雲があって基準線があってということで抵抗もありますからそこは上がりにくさもあるだろうということですしアメリカ市場も上がってないですのでそこはなかなか、ね、上値を抑えられるところもあるだろうという形になりますトピックス見ていきますトピックスも今日は要線をつけましてちゃんと雲の中に戻ってきたんですよね基準線も超えてきたんですよねなので、まあ、ひとまずはまた雲の中で、えー、サポートが効くかどうかを確認し まあ今後ののの見方としましまては、この辺のね地高スパンがぶつかった時にどっちに動くのかこのまま横ばいでも上でもいいんですけども地高スパンを超えてくればですね、そのタイミングというのはちょうどこの雲が薄いタイミングねじれるタイミングでもありますからね。この辺で超えることができるのかまたここまで上がってきて下がってしまうのかこの辺を注目していきたいところですね1月末から2月にかけてやっぱ日本株にも決算出てきますからねたくさん出てくると思いますのでそこをしっかりと影響を見ていきたいところかなというふうに思っております。 ちなみに3月期決算における第3四半期決算だと思うんですけどもで、第3四半期決算っていうのが、旧12月だと思うんですよね、で為替がかなり円高に振れましたが、まあ、半分ぐらいの期間は円安、かなり円安と呼ばれる期間ですので、えー、この第3四半期の結果はそんなに悪い結果出てこないと思うんですけどもね、えー、外需企業にとってね。えー、ですが、そこから先の見通しがどうなるかですね、情報修正とかかなり減りそうな気がしますので、そこだけはちょっと注意をして見ていか なければいけないかなというふうに思いますそしてマザーズですねマザーズはねこのように陰線4回つけてで陽線を3回つけて で、雲の中まで戻ってくるという形ですよね。で、見ていただければわかるんですが、終値ベースでも前回高値を超えているんですよね。なので、まあ、この上昇トレンドの形が継続してますというふうに見て取れるんじゃないでしょうか。ただ、まあ、前回がですね、このチャンネルの加減で抵抗してしまった。一度このチャンネルを割り込んで、で、チャンネルの加減で抵抗して下げ始めてしまった。また、チャンネルの加減に近づいてきたっていうところですからね。まあ、一個の形としては、ここをしっかりと終値ベースでも超えてきてほしいですよね。 そうすると、あ、強いじゃん、マザーズっていう、そんな感じになってくるかなと思いますし、そこまで来ると、マック D が0ラインも超えてくると思うんですよね。この辺が同時に起こるかどうか、起こってくればかなり強いというふうに思います。そして、いつも通り、アメリカ株もざっくりと見ておきましょう。ニューヨークダウが雲の中まで入ってきてしまって、下落が続いているって形ですね。これ、マック D で見ると、デッドクロスも起こってるんですね。嫌なサインが続いております。警戒して見ておきましょう。S&P500 でです下下向き線の下にいるチコスパン割れて 雲の中まではせめてとどまってほしいなというふうに思いますね。ナスタックに関しましては雲の下限にいるという形ですね。この間ようやく雲を越えたばかりだったんですけどもね、あっという間に雲を割れてしまうんじゃないかというところまで来ているという形になっております。最後、ラッセルです。ラッセルは雲の中に結局入っちゃったんですね。で、今日の動き次第では地高スパンすら割れてくる可能性がある。まだ地高スパンは割れてなかったんで、まあ、なんとかとどまってほしいなというふうに思いますが、どうでしょう。ちょっとこの後、アメリカの先物も見て終わりましょうか。はい。アメリカの先物がこちらになっております。一応プラス ですねまあどうなるかわかんないですけどもねこの時間で先物を見たところで、えー、その終わりに見てみないとわかんないんですけども一応プラスで推移してるということですからひとまずは一旦の反発を期待したいところかなというふうには思いますはいということで今日はですねコロナ5類へどう変わるということでねこのニュースが一番大きく相場を動かしたのかなというふうには思いますねマスクがいらなくなるのはとっても嬉しいですしねこういう待機期間も減れば当然空運業にも恩恵が出るんじゃないかなというところで JAL なんかがね取り上げてられましたのでぜひ皆さん もチェックしていただきたいですし個人的にはユグレナが結構僕の中での本命株というか好きな株だったので熱く語りましたけどももしよろしければ皆さんもですねこの詳細しっかりと見ていただければと思います難しい言葉が続きますがぜひボイシーも聞いてみていただければとっても嬉しいですよろしくお願いしますでは今日もお知らせをさせてください個別銘柄男のとと分析するマガジンですけども、えー、新しい記事を書きました毎週金曜日更新で分析記事をアップしております昨年3倍に上がった実力はということでサンテックという銘柄を取り上げております 非常に成長力があって。で あの医療機器が今伸びてる会社なんですけどもね、まあ、そこが白内障を扱っていてみたいな、なんかそんな感じで、じゃあ白内障の患者数ってどうなのみたいなところまで結構分析してますので、よかったらぜひ一度チェックしてみてください。概要欄の URL 貼っておきたいというふうに思います。また同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっております。メンバーシップに関しましては、月額900円になってますので、ね、記事が読めるという機能だけではあるんですけども、あのどちらかを登録していただければ大丈夫ですからね、どちらか登録してみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考にな また来週以降も5時目標で更新をしていきますので来週も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさよなら